逆になっていたら教えてちょうだい。視神経リンクの調整をするわ。いつもながらかったるいな。もう何度もやってるぜ。大事なことだ。操作マニュアルの開き方は分かってるな。大丈夫だ。早く始めようぜ。今日は予定があるんだ。お酒もほどほどにしないと体壊すわね。ロック解除。よし、今日はここまでにしておこう。サム、お疲れ様。腹ペコだぜ。エレナ、一緒に食事でもどうだ。これは我々ロシアの星による新政府樹立を祝うセレモニー。我々はロシアを完全に掌握している。次は10時間後、ターゲットはニューヨークだ。止める術はただ一つ、アメリカの無条件降伏しかない。アメリカ国民の皆さん、今日は悲劇的な日となりました。かつてのサンフランシスコは二度と戻りません。ロシアの無差別攻撃により罪のない多くの人々が犠牲となりました。アメリカ全体が彼らの死を悼んでいます。
卑劣な行為をする者に対し断固として誓う。我らを侵害する者との交渉は一切しないと。我々の力は無敵だ。我々の意志は固い。我々は必ず勝利する。神の祝福が私たちアメリカ合衆国にあらん。ここにはロシアでクーデターを起こした連中が占拠されている。こいつがそのロシアの星を率いる財政。ああそうだ、それから彼はダーパにサムだ。今回の作戦に同行する。残された時間はあと8時間しかある。失敗は許されない。何としても次の攻撃を阻止。余裕で周りには歓迎されてない。ダーパー大統領と国防長官の直轄研究機関だ。軍の干渉は受けないが厄介者扱いされる。しかも私たちの任務は極秘扱いです。よく聞け。アメリカ政府には裏切り者がいる。誰かはわからないが信用できるのはお前たちだけだ。ロシア軍はマイクロウェーブでアメリカを攻撃しようとしている。私は開発者として阻止しなければならない。あとはよろしく頼む。カンディード博士を救い出す。博士の利用価値を考えれば殺されるはずはない。エネルギーシステムの設計者だからな。こいつだって同じシステムで動いてる。そうね。こいつが研究中のおもちゃだ。傷一つねえが、訓練はしたんだろうな。まあ、すべてシミュレート済みだ。あんたは派手にやられてんな。そろそろ引退したらどうだ。
してくれ。ガズガズするな。味方ガンが落ちるぞ。